つながると強く懸念していますと、こうなっております。これ日本学術会議がね、専任計画関係ないんだと、まあ、そういう方針という方向、なんかこう決め事だけしただけで実際何もなかったんだって言ってますけど、はい、ほらあったやないかいって話ですからね、いや本当にこの日本学術会議がどれだけ日本の、ね、税金を使いながら、国益に反する活動をしていたかっていうのが、まあ、見えてきたということ で、はい、でしかも国防7校ですよ。日本で言ったら防衛大学とかそういうところですからね。ですから、だって中国からしたら日本はまさに敵国なわけですから、で現に尖閣を、ね、絡め取ろうとしているわけで、はい、そこのね、だって、まあ、日本人が、ね、中国の学校で教えるだけじゃなくて、この日本の政府の助成金をもらって、日本の税金でもってこれまで研究してきた人が、はい、その成果を中国の国防のために持ってって生かしてしまうというね、うん、この節操のなさですよね、はい、でこれを、日本学術会議がそのつなぎ役になっていたということがもうここからもう分かるわけですから ね、まあ、ねだからもう菅さんもね、生ぬるいこと言ってないで、日本学術会議そのものをもうなくしますというふうに言った方が着地点として分かりやすいんですよ、なくさないみたいね、だからそれがぬるいんですよ、ちゃちゃっとやってね、あ、もうなくしますと、だから自由にやってくださいっていうふうにね、持っていけばいいのにね、だからこの専任計画、日本人関与、しかも44人ですからね、いや、これはちょっとしっかりと煽っていかなきゃいけないと思いますよ。煽っていかなきゃ、そうそうそう、ほら、当たったやないかいって話をね、出していかなきゃダメだと思いますけどね。やっぱこれはもう、なるほどなと思ったのが、要するにその、まあ、これ読み書いてますけどね、その科研費って、まあ、科学、技術研究費だったかな、助成金なんですけどね、これは文科省とかがいろいろ出すお金なんですけれども、その科研費がやっぱりその中国に渡った教授に相当額支給されてたわけですよ。ここに書いてますけどね、受領額が最も多かったのは中国沿岸部にある大学に所属していた元教授の7億6790万円。1人で。ほう。で、13人に渡った科研費の総額は約45億円に上る。だからね、これ ODA と一緒なんですよ。まあ、このね、彼らこの13人と、あとまたこのね、中国沿岸部にある大学に所属して元教授っていうのが、その直接その軍民共用技術の研究をしていたか、まあ、さて置いといて、置いといて、仮にその軍民共用に関わることをやっていたとすればですよ、ODA と一緒で、我々の税金が、要するに中国側に提供して、我々の税金でやって、税金でもってして、行われていた研究成果というのが、中国の軍事力増強のために使われていたと。その軍事力っていうのは、どこに対して中国は向上させていってるかというと、日本ですよ。そうですよね。ね、はい、ちょっとね、本当ね、どこまでお人よしなんですか、私たちはっていう話なんですよ。敵に塩を送るって、まさにそういうことですよね。まさにそう、さっきのコロナの話じゃないけど、科研費についてはね、数年前は私も産経新聞の歴史戦とかでかなりやったんですよ、もうね、左の人たちがね、もうすごかった。でこれを一緒に、そうそうそう、でこれを一緒にというか、まあ、これを国会で取り上げてくれた杉田水脈さんとかは、結局いろいろと攻撃されまくって、そして一つは訴訟にも発展してますけどね、すごいんですよ、やっぱりね、こういうのを追求されていたい人たちっているんですよ。ただ一方で、その読売のね、社会面のところに、まあ、これは言及しているんですけど、要するに日本の教授人たちは、はい、まあ、特にその、自然科学系ですかね、日本ではやっぱり報われないと、待遇が。若手の研究者の人もね、そうそうそう、なのでやっぱ中国だったら、この見出しにもありますけど、科研費使い切れるとか、まあ、要するに、ね、手厚い待遇、5年で2億円もって書いてありますね、そう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 、まあ、これは中国の科研費って言われたと思うんだけど、いずれにせよね、そのやっぱり日本で その自然科学系の学術研究者たちの扱いっていうのも、やっぱり問題にしなきゃいけないと、
とはいえその学者たちがね、要するにこの読売新聞の記事が出たっていうことによってね、じゃあ私たちにもう研究やめろっていうことかって言って反発してる人たちもいるらしいんだけれども、うん、ただねやっぱりそのこれはまあうちのこの正論で、湯浅宏さん河合英二郎のところでも書いてるんですけど、そのこれパスツールの言葉なんですけどね、うん、要するに科学に国境はないけど、科学者に祖国ありと、結局そこにつくんじゃないのかと思うんですよね、で学術会議だってそうですよね、なんで、まあ、やっぱこうなんていうかな、そういうふうに考えちゃう人っていうのはやっぱその祖国とかそういう思いがないのか、何なのな、かすると当選の水は飲まずとかね、ああいう言葉もあるはずですからね、あんまりね、そう、いやだから日本学術会議っていうのはやっぱそういう日本の技術が流出しないようにそっちの方向で力を発揮してもらいたいんですよ本当はね、本来はね、本来はね、本来はそのために日本にいる研究者たちがいかにお金をちゃんと集められるかっていうのの支援とかもやったりして、うん、で政府にいい提言を出していけば誰も文句言いませんよ、ですよね、ね、はい、じゃないのかななんて思うんだけど、だから日本政府から研究費もらってウハウハで、それでもってさらに中国に持ってってガバガバもらってウハウハ、二重取りのね、二重取り、これの斡旋機関みたいに見えてしまいますよね、まあ結局金を持った人がやっぱ強いんですね、そうですね、だから中国っていうのはそういうその弱みにつけ込むというか、札束で頬を叩くみたいな感じで、そういう汚いやり方を、だからね、人民元というのは血塗られた金なんですね、だってまず最高高額紙幣見てくださいよ、赤いでしょ最高額紙幣赤いってないですよ、でしかもね、でしかも毛沢東ですからね、その見方面白いね、だって毛沢東が 何十万人何千万人殺したんだって話ですから、もう血塗られた金なんですよ、なるほど、はい、もう人民元にはもうダメです、そういう血塗られた金に手をつけると、まあ鬼になるというデジタル人民元にしてそこら辺を、そうです、色を、私が出しているデジタル人民元は血塗られていないデジタル人民元ですから高貴な人民元だから世界で唯一そこはね、はいはい、血塗られてない、そこは弁別して、はいはい、ありました。さあお時間的にどうやら最後のニュースになりそうですけど、滝田さん触れられるとしたらいかがですか、ね、触れるとしたら、はい、もう軽くでも結構ですし、なんだろうな、どうでしょう、あ、じゃあ20こちらですね、これですか、NHK 別の炭鉱映像を確認されず元軍艦島島民にという最後の深入り参りましょう。でこちら産経新聞の記事の概要です。長崎市の端島炭鉱通称軍艦島の様子を伝える昭和30年